2017年頃に聞いた話なんですけどね、えー、女性で仮にお名前を井上さんとしておきますでこの井上さん品川の京浜運河沿いの集合住宅に住んでらっしゃるんですね。で以前はねご家族と一緒に別の土地に暮らしてらした。 井上さんは私よりえとで一回りぐらい年が下なんですね彼女が大学院に入ったぐらいの頃に品川の京浜運河沿いの集合住宅にご家族と一緒に引っ越してらっしゃった家族というのは当時おばあちゃんとそれからご両親 でおじいちゃんっっってて方はねねおお亡くななりにちちゃゃたんんです、ね、でおじいちゃんご存命のうちからあのずっと住んでらした前のうちこれもね品川のもうちょっと内陸の方にあったそうなんですよ。で彼女が言うんですね前に住んでいたところは海岸石垣の跡というような。 昔はこの辺まで海でしたという昔海岸にあった石垣の跡というのがあったそれのすぐ近くでした今家族が住んでいるあの家なんてもう明らかに海の中でしたよそんなことをおっしゃるんですね実際品川という場所は海岸線がね 今あるよりもずっとずっと内陸の方に昔はあったんですね。これががどどどどんどんどんんどん埋め立ててて、えー、陸が広くなっ,ていったんで,すよでまあ彼女がおっしゃるに「だからですかねこういう不思議なことがあの土地だから起きるんじゃないかと思うんです」前。前住んでたところ。 引っ越す直前に飛び降り自殺があったんですよ。それでまあ賃貸でしたしなんだか嫌になっちゃって引っ越すことになったんですよ。その時変な話がありまして晴れた日に飛び降り自殺をしたところがこのご遺体がびしょびしょに全身濡れそぼってたっていうんですよ。 それを遺体の発見者になったうちの母の友人から聞きましてで母がすごく怖がってところがせっかく引っ越したらまた今度住んでるところでも飛び降り自殺があったんですよ。でうちの祖母がね前のところから連れてきちゃったかね 変なこと言うんですようちの父にすごくまあたしなめられてましたけどねなんか祖母の中では前のところで悪い霊が飛び降り自殺をそそのかしたその霊がまた私たちについてこっちのマンションにも来ちゃったんだと、うん、そんなねことあるわけないと思うんですけどでもね とてもとても怖いなと思ったんですと言いますのも今度のマンションの飛び降りなんですけど遺体発見者私と母だったんですよたまたまその日出かけてで夜車で帰ってきた駐車場に車入れてうちの塔まで歩いて戻るその時にね 何か人が寝てるなと思ったらこれがご遺体だったんですよそれでねうちの母と私てっきり酔っ払いか何かかなと思ってでその時寒かったんでこんなとこで寝てたら凍え死んじゃうって思ったんですね冬ってそういうことよくあると思うんですけどカラッと乾いて とても気温が低い日ってあるじゃないですか何日も何日も晴れの日が続いていてでもとっても気温は低い寒かったんですよでうちの母がその寝てる人のとこに駆け寄って大丈夫ですかってで鏡込んで肩に手をかけてうわっ,って言って尻餅ついたんです でどうしたのったらびしょびしょに濡れてるって確かによく見たらねその人の周りに水たまりができてるんですよぐっしょり全身濡れそぼってる濡れそぼってるってうよりホースかバケツで23倍も水をぶっかけたような感じちょっとやそっとの量の水じゃありません びっしょり濡れてるんですでもね歴史じゃないんですよ結局それ飛び降り自殺だったんです不思議ですよね。とこんなお話をされたで彼女がおっしゃるに「これは直接私たちの家族とは関係ないっちゃ関係ないんですけど」 去年去年というのはこの取材した時点でまあだから2016年っていうことになるんですかね。去年京浜運河でスーツケースに入った遺体が見つかったじゃないですかニュースにもなって川名先生覚えてらっしゃいます大きなスーツケースに女性の遺体が入ってたんですよ。それが京浜運河で発見されたって。 それちょっと不思議だと思うんですよね。だってニュース聞いてたら重しにするために中にたくさん石が詰められてたって言うんですよ。なのにどうして浮いてるんでしょうね。遺体が見つけてもらいたかったから浮いてきたんじゃないかなってなんかそんな気がするんです。それを聞いて私は 大変よくできた気密性の高いスーツケースだともしかすると中までは水が染み込まずに中に空洞があってでもしかするとですけど、まあ、ガスが発生してそれが膨張するかなんかして浮き上がるってこともなくはないんじゃないですかねって言ったんですけど。 彼女全然それは信じてないみたいででも普通のスーツケースでしたよニュースで映像を見たんですけどそんな特別よくできたスーツケースのようには思えませんでした石が入って中に水が染み込んでたら浮いてこないんじゃないかなと思うんですよね品川って そういう不思議なことが時々起こる土地なんじゃないですかこんなことをおっしゃったんですそれから三年余りのうちに井上さんではない全く別の女性仮にともみさんとしときますが、えー、全く別の女性からまた品川絡みしかもご遺体絡みの不思議な体験談が寄せられたんです 美さんんんはは品川に住でででらっししゃるわけではありませんでした,ただお仕事でよく品川駅の構内を通る今からだと大体そうですね10年と少し前になるのかと思うんですけれども7月の半ばぐらいの頃でした。 彼女のお仕事はあまりこの曜日が関係ない週末でした品川駅の構内とても混雑していたで彼女はその人が歩いている雑踏の中をまあ歩いていたところがふっと突然とてつもなく嫌な匂いが漂ってきて あっと思ったその時です人々の間を縫うように駅構内の5メートルぐらい先から何かがこちらに流れてくるんです人の膝ぐらいの高さに浮いているうつ伏せになったフランシュタイがまるで 水に流されてるかのように宙を浮いて人の間を縫ってこちらに向かって流れてきたうーわーと思ったその時スマホに着信がありました何かと思えば彼女の恋人が 観光旅行に行った先の海で消息を絶った見つからない行方不明だ今探しているところだという連絡でした前日ぐらいから観光地に遊びに行ってたんですね国内なんですけどで海でマリンスポーツに興じていたところ いつの間にか姿が見えなくなってしまったとでも美さんがおっしゃるには数週間後彼は遺体で発見されましただいぶ傷んでしまってたようなんですけれどもでもね私があの時品川駅で見たフランシュあれ 女性のもんんだったんですよ不思議ですよね」とこんなことをおっしゃったんです。幻の水の上を浮いてきたフランシュタイのこれも幻ですけれども私にはこのことには何か 根拠というか原因というかそんなものがあるような気がしてなりませんでしたと申しますのも品川という場所。井上さんもちょっとおっしゃってましたけど海岸線が実はずっと今の内陸の方まで広がっていた。 でね江戸時代のことです1716年共法1年江戸市中で疫病が大流行しましたあっという間に8万人以上もの人が疫病で命を落としてしまったんですするとね職人が足りなくなった 棺を作る職人がいない。それから薪もすぐに足りなくなりました。これは遺体をどんどん仮装しようと思ったところ薪を使い果たしてしまったんです。ところが新しく薪を運んでこようにも人がいないんです。みんな亡くなってしまうか病気で寝ついてしまったからですね。しかし、 遺体はどんどんと腐ってしまう不衛生なんですよそれでどうしたらいいか幕府の方では困り果てたあげく品川と築地のあたりの海に遺体をどん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 次から次に投げ捨てることにしたんですところがね満潮で潮入りになる すると、まあ、ともみさんの見た幻じゃありませんけれども、潮入りになると、河口をね、海の水が遡ってくるわけですね。遺体を運んできちゃうんですよ。遺体が帰ってきちゃう。もうフランシュ体がね、どん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 河口の辺に戻ってきてしまう。それを竿でつついて、 みんなで一生懸命海に戻したんですってそんなことがあったのでもしかするとって想像してしまったんですけどねいえいえそういう意味じゃないんですよね。 まあ特別これはねたまたま品川の話ですけど、まあ、遺体を水槽してしまうようなこれはね別に品川に限ったことじゃありませんで昔はあの日本全国いろろんんなとこでで行われてたんですねお弔いに関する常識みたいなものも今とはまあ全く違ったと思っていただいていいかなと思うんですね。で,ですからご遺体の扱いが 何か雑なように思えたとしてもそれは本当に昔の話ですしね。えー、でまあその歴史のある町に住んでいるということを逆にこう誇りに思っても良いんじゃないかなと私は思うんですよね。幽霊が出るからって別に悪いことではない。かえってそれは 古い歴史のある町の証なんだとそんなふうにも考えることができるんじゃないでしょうか。